クマのやつまだ風呂入ってんのか。晩飯ん時見かけた女子大生だかが来るまで粘るっつってたっすよ。たく粘って何すんだよ。とか言って花村も熊吉に加わりたい派じゃないの。最悪。先輩はそんなのより私たちと、てか私と一緒に過ごす方がいいよね。つうかせっかく全員でお泊まりなんだぜ。しかも男女混合ならこう。やだ。いやまだ何も言ってないっす。ごめん、トランプって意味だった。ナイトスキーとか行っちゃう？ちょっと憧れるな。それお風呂とか入り直しになるよ。正直滑りまくってくたびれたし。ならあれじゃねえか、夜に館に集まってやるっつったら。百物語だね。賛成。それはちょっと普通夏でしょ、そういうの。私もそれは不賛成かな。あれ、実は階段とか苦手派か。山はあるんだって。マジであんな体験ロケん時だけで十分よ。もうなに、やめてよ。うちの旅館結構いろいろあるよ。おトイレないはずの離れに泊まったお客さんにお手洗い暗いですねって言われた話とか。そこのお部屋ね、お盆になると写真がうまく写らなくなる時があるの。本物すぎる。あ、そうそう、この辺りの山ってたまに埴輪とか見つかるんだって。もしかしたら大昔は丸ごとお墓だったのかもって。で伝承というのはあくまで物語的要素の強い文化的産物であって、科学的裏付けなどはなく、古代の墓所というのは神殿と同義で、ですから。その怖いんだ。はい。なんかこれはこれで盛り上がってきたじゃん。お前はどうなの、怖い話とか。おってことはなんかとっておきのネタがあんな。信じらんない、私絶対嫌だかんね、耳塞ぐし。こういうの中途半端に聞こえてくる方が怖えんじゃねえすか。うっさい馬鹿んじ、なんであんた階段押しなのよ。縮めんなこら。じゃあまず俺からな。で天城が最後、ラスボス級っぽいし。な、もう3年前か。中学の時ダチに聞いた話なんだけどさ、なんかそいつの高校の姉貴が結構いいとこの私立の高校行ったんだけど、悪い友達できてさ、女同士つるんで同じ学年の子いじめてたらしいんだよ。毎晩遅く帰ってきちゃ携帯で仲間とギャハハっつっていじめのこと話してたんだけどさ、ある日いきなり真っ青な顔で帰ってきて、以来黙って部屋に閉じこもるようになったらしいんだ。事情を聞いても全然仕方けど、耳を澄ますと一人の部屋で繰り返しつぶやいてんだってさ、次は私の番だって。さすがに心配になってそいつ姉貴の仲間から話聞こうとしたらしいんだ。ところがさ、仲間の子みんな原因不明で倒れて病院送りになってたらしい。いよいよ怖くなってどうしようって悩んでたら、その晩の11時半過ぎにいきなりギャーって部屋にいた姉貴が叫んでさ、部屋入ってみたら両耳手で塞いで呼んでる、聞こえるって。でもそいつには何も聞こえてなくて、その直後姉貴は家を飛び出してってさ、次の朝学校の校門前で仲間と同じく意識不明で見つかったらしい。結局病院運ばれて助かったらしいんだけど、後で学校の人に事情聞いてみたらさ、いじめてた子死んでたらしいんだ。その子の怨霊が一人ずつ呪っていったんじゃないかって。
その話には決定的な矛盾がある。あれ、でもその話確か実際警察に届け出があったような気が。それ否定してないよ、補強しちゃってるから。あれ、死んでたんだっけ。その子も助かったんだっけ。あれ、まあいいや、トップバッターとしてはまずまずだったろ。じゃあ次お前な、なんかいけるか。君もやるわけ。お前が言うとなんかリアルだな。でそれから。あ、実はうちもね。お黙りなさい。なに落とした。今なんか落とした。なんだか耳慣れない音でしたよ。気のせいだって。それより続けようぜ。てか続けてください。ここでやめる方がなんか怖いわ。は？お前その話って。停電つか通ったぞ。今なんかここ。やだ、だからやだって言ったのに。電気つけて。もうやだ、早く。落ち着けて。スイッチは。見たな、熊の犬間におかしさまいとは呪っちゃう熊よ。やっちゃおうか。うん、やっちゃおう。ごめんよ熊くん、人権は人間にしかないんだ。ちょ、ベイビーちゃんたち、目が光を失っているクマ。なんでクマ、なんでそんな本気対応クマ。クマかよ、ったくビビらせやがって。で続きは